いピンク、どさくさに紛れて抱きつくな。何のことっち。変態ピンク。あらまあ、戻ったのね。そう、そんな手紙が。まったく意味わかんねえよ。人は過ちを繰り返すとか、妄想と歴史はいつも一緒だったとか。悪趣味ないたずらよ。あけみさん、何か思い当たることはありませんか。意味深ね。なあ、妄想って何なんだ。さあ、何なんでしょうね。妄想にはね、まだまだわからないことがたくさんよ。だからこそ、妄想の研究を専門に行う機関があるくらいなの。妄想の専門機関。私も内部のことまでは知らない。ただそこでは様々な研究が行われている。それこそ被験体を利用した研究まで。被験体。ずいぶん物騒な話じゃねえか。それこそカノンちゃんと同じよ。もしかしたらただの都市伝説かもしれないわ。それじゃあリュウたちが捕まったら。心配しないで。被験体の話を聞いたのはもう10年以上も前よ。なんだよビビらせがって。あら、ビビってたの。うるせえな。だけど明美さん、俺たちはもしかしたら可能性があるかもしれない。記憶の話ね。そうだったな。あ、なんで俺たちは記憶が消えないんだ。妄想が壊れればその妄想に関する記憶は消える。まあ薄れる速度に個人差はあるけどね。私は何人もそういう人を見てきた。ねえ、ヤマトちゃん、リュウ、コトミ、あんたたち何か隠し事はない？え、リュウは特に隠し事なんかしていません。俺もだ。隠し事しかないわ。ならいいのよ。これ以上詮索するつもりはないわ。だからね、安心なさい。世の中そう物騒な話ばかりじゃないの。いい話もあるのよ。それってもしかして。あの子の目撃情報を仕入れたわ。あんたが今一番会いたい人よ。いつの間にっち。あんたがメイドに夢中になってた時よ。ただね、本人かどうかの確証はないの。似た子を見たってだけの話よ。似た子。そう、似た子よ。似た子であってほしいっていう願望かも。やっぱりまだ秋葉にいると思うのよ。だから私ももう少し探してみる。何か分かったら連絡するわ。だから朝日ちゃんたちはもう帰りなさい。はい、ありがとうございます。信じてあげてね。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。あれ、葵。こんばんは。こんな時間に何してんだ。深夜徘徊。一人なのか。うん、さっきまではみんなと一緒だったよ。歓迎会だったから。歓迎会。ねえ朝日、どうした。妄想って壊したらいけないのかな。え、妄想を壊さなきゃ守れない人だっているんだよ。だけど。それじゃバイバイ。あ、遅い。いや、ギリギリセーフだろ。誰を待たせているか分かっているのかしら。
2時間前集合が常識よ。お前が常識を語るな。まあまあ、皆さん。あ、明美さんからだ。はい、もしもし。新しい情報が入ったわよ、朝日ちゃん。新情報ですか。秋葉にね、新しい妄想が侵食しているの。新しい妄想が？中央通りのホスマップ本館よ。一応伝えておこうと思ってね。ありがとうございます。壊すのか守るのか、それはあんたたちが決めなさい。おい、どこだ？中央通りのホスマップ本館、行ってみよう。見つけた。え、なんだ。違う、あなたじゃない。私が用があるのは隣のあなたよ。隣のって？私？そうよ、あんたよ。琴美、知り合いか？知らないわ。知っていたとしても今から忘れるわ。勝手に忘れないでよ。あんたのせいで何もかもめちゃくちゃなんだから。めんどくさそうね。安心なさい、もう忘れてあげたわ。もう、何なの？なあ、琴美、本当に何も知らないのか？ええ、知らないわ。そんなことない、絶対にあんたよ。うるさいわね。今から喋ることを禁ずるわ。分かったら返事しなさい。何なのよ。見つけたわよ、あんたね。本当に最低。こんなところにいた。あなた、二度とあんなことしないでよ。そうですよ、本当にみんな迷惑してるんですから。あんたたち、何よ。とにかく、次にあんなことしたらただじゃおかないわよ。待ちなさい。待てって。なんで止めるのよ。本当に心当たりないのか？ええ、ないわ。あんな傲慢な女ども見たくもない。だったら追いかけんなって。きっと誰かに間違えられてるんだろう。だとしても不愉快極まりないわね。じゃあ探すか。何をよ。琴美が誤解されてる原因だよ。このままじゃ琴美だって気分悪いだろう。ふん、勝手になさい。そんじゃあ行くぞ。女の子たちに会ってちゃんと話を聞こう。休憩ポイントっち。おいらは疲れたっち。休憩ポイントっち。おいらは疲れたっち。妄想球に入るっち。おいらは留守番でいい。あんたたち、何しに来たのよ。お礼参りよ。お礼参り？まだこれ以上、私を苦しめるつもりなの？ああ、ごめん。琴美の言葉は気にしないでくれ。だけど、どういう意味だ？これ以上私を苦しめるって。どうもこうもないわよ。なんでユータはこんな女を。ちょっと、待ちなさいよ。なあ、ユータって誰だ？どこにでもいる名前じゃない。聞いたこともないわ。どっちだよ。まあいっか。それじゃ他の女の子も探してみるか。何を買うっち。足りないの補充しろっち。疲れたち。こんなところにいたのね。何よあんた、わざわざ追ってきたの？
お礼に来たのよ。え？お礼？ことみ、略すと意味変わるから。俺たちは少し話を聞かせてもらいに来たんだ。話すことなんて何もないわ。私はあるわ。今すぐひざまずいて謝罪しなさい。はあ？ふざけないでよ。しかもまた本当に可愛いのが余計にムカつく。ああもう、あんたのせいで匠が出て行ったのよ。なあことみ、匠なんて知らないわ。ちょっとどういうこと？匠のことなんてどうでもいいの？本当にあんたマジで最低よ。最低なのはあんたね。顔も見たくない。瞳が汚れるわ。さっさと消えなさいよ。逃げるんじゃないわよ。ああ、逃がしておけって。ふん、二度と会いたくないわ。探し出して八つ咲きにしてあげる。探すなら別の女の子にしとけって。ほら、次へ行くぞ。お土産を届けに来たわ。それメイド違いな。なんなのよ。なあ、教えてくれないか。なんで琴美に怒ってるんだ。あなた何も聞いてないの？何もって？うわ、やっぱり最低ね。そうやって金太のこともたぶらかしたのね。たぶらかす？あなた気をつけなさい。この女はね、悪魔みたいな女なのよ。うん、知ってる。だけどもういいわ。どうせ勝てっこなかったのよ。こんなに可愛いなんて反則じゃない。何だったんだ。で、誰が悪魔だって八つ咲きにされたいのかしら。だ、誰だろう。で、そうだ琴美、金太って誰のことなんだ。だから知らないわよ。だけどたぶらかしたって。だから知らないって言ってるじゃない。興味もないわ。あるわけないわ。やっぱり人違いか。それじゃ最後の一人を探しに行こうか。勝手に名前を呼ばないでちょうだい。よっぽど八つ咲きにされたいみたいね。だから待てって。今確かに琴美さんって言ったよな。真田琴美さんですよね。違うわ。違くない、お前は琴美だ。そして人違いでもないみたいだな。人違い？なあ、ちょっと聞いてもいいか。一体琴美に何をされたんだ。何って、それは。だから私は何もしてないわよ。そうですけど、でも。でも彼氏が私に興味をなくしたのは琴美さんのせいです。は？いきなり別れを切り出されたんです。それで理由を問い詰めてみたんです。そしたら他に好きな子ができた。相手は真田家のご令嬢だって。それ本当か？嘘なんてつきません。秋葉原にはそういう男がいっぱいいるんです。それじゃあもしかして。どうもこうもないわよ。なんでユータはこんな女を。ああもう、あんたのせいで匠が出て行ったのよ。うわ、やっぱり最低ね。そうやって金太のこともたぶらかしたのね。きっとみんな彼氏が琴美さんを好きになったんです。
うわ、マジか。絶対にやめておいた方がいいのに。え？いや、その琴美に惚れた男たちだよ。だってさ、こいつって何が言いたいのかしら。なんでもないです。どうするかな。どうした、ヤマト。そんなに真剣な顔して。晩飯のこと考えてたんだよ。ほら、だってそこにスーパーあるだろ。お前、もしかして料理できるのか。当たり前だろ、お前と一緒に住んだ。へえ、なんか意外だな。つか、お前実家暮らしだろ。なのに、自分で晩ご飯用意してんのか。別に、どうだっていいじゃん、ヤマト。よし、それじゃあ俺が今日の晩ご飯を一緒に考えてやるよ。はあ？俺さ、ヤマトのこと見直したよ。ただの中二病の男子だと思ってたけど違ったんだな。うん、偉いよヤマト君。お兄さんは今ヤマト君を応援したい。なんだよ、気持ち悪いな。じゃあ早速献立考えようぜ。お前料理できんのか。できない。ああ、だけど秋葉の食い物なら詳しいぞ。だからいろいろな店を教えてやるよ。そこで晩ご飯のヒントを探そう。お前バカだろ。やっぱり晩ご飯は肉だよな。よし、電気街口の平成食堂だ。まずはここだ。平成食堂は安くてうまいんだぞ。で、どんな料理がおすすめなんだ。やっぱり豚のスタミナ焼きだな。ニンニクがやばい。確かにニンニクはやばいな。あいつらも大好物だ。あいつら？親のことだよ。おいヤマト、両親をあいつ呼ばわりはないだろう。それより立花、肉以外はなんかないのか。肉以外って。肉は食い飽きた。それにもっとバランスいいのを食べさせたいんだ。あ、難しいな。秋葉に栄養は似合わないし。まあそりゃそうか。だけど肉以外だったらあれだ、野菜だな。うん、野菜がいい。知ってるのか。ああ、もちろん。ジャンク通りにとっておきの店がある。これは一体どういうことだ。野菜ラーメンだ。名前だけじゃねえか。ラーメンなんか塩分の塊だ。それに家で店の味を再現は難しいだろう。そこはカップラーメンをアレンジだ。留守番してくれてんのにカップラーメンはねえだろう。留守番って誰が。兄貴だ。兄貴なのに留守番。そういう家だってあるんだよ。ほら、さっさと違うところを案内しろって。はあ、まあいいけど。それじゃあ次は駅前広場だな。着いたぞ。なんで寿司屋なんだ。魚は健康的だ。だからここで俺は何を参考にするんだよ。
おお、裁き方？そんな簡単に身につかねえよ。じゃあ酢飯の作り方？わかった、わさびの乗せ方。わさびなんて食えるわけねえだろ。そんな子供じゃあるまいし。子供だっつの。あ、ああ。誰の電話だ？立花。ちょっと待ってよ。まあおい、ヤマト。あ、いた。それもそうだよな。こいつ誰と電話してるんだ。ああ、だからもう少しだ。兄ちゃんが帰るまで留守番してられるか。ああ、えらいえらい。うん、それじゃあいい子にしてるんだぞ。誰とお話ししてたのかな、大和お兄ちゃん。立花、お前もしかして。バッチリ聞いてた。で、どういうことだ。なんで隠してるんだ。何も隠してねえよ。だってさ、だってこれ魔法少女ピュアスターズの最新劇場版じゃん。おい、だから返せって。ほら、それにさ、あの時も留守番してくれてんのにカップラーメンはねえだろう。お前いるんだろ。わさびなんて食えるわけねえだろ。そんな子供じゃあるまいし。そう、おさらい隠し子が。はあ？じゃなくておさらい妹が。それも二人くらい。なんでわかるんだよ。だってあいつらって言ってたろ。別にもういいよ。妹が二人じゃなくて妹と弟だ。そうなんだ。じゃあ家には小さいヤマトがいるんだな。何歳なんだその二人は。弟が小3、妹が小1だ。だからあの時純粋な小学生を泣かすなんてますます救いようのねえやつだな。それじゃあ4兄弟なんだな。違う、3兄弟だ。え、だって兄貴が。ああ、お前兄貴いないのか。ああ、いねえよ。だったらなんで嘘ついたんだ。なの、なんとなくだよ。なんとなくね。なんだよ。ヤマト、そんな意地張るなって。別にアニメが好きでも俺は気にしないから。アニメが好きだけど恥ずかしくて話せない。だから兄貴がいることにしたんだろ。で、自分が世話焼きな兄貴でいるのも恥ずかしい。だから弟と妹の存在を隠してた。なんで世話焼きだってわかんだよ。だって世界は繰り返してみんな気づかずに毎日同じものを食べ続けてたんだ。なのにヤマトは弟たちのために料理を作ってた。それも栄養まで考えてさ、毎日違うもの作ってやってたんだろ。ふん、勝手に妄想してろ。お前やっぱり大したお兄ちゃんだよ。恥ずかしがることなんかない、胸張れって。だけどあいつ兄貴いないのに昔のアニメに詳しくないか。